はい、どうもヒロです、今回はですね、ちょっとハンドルを変えました。前使ってたやつと違います。なんか中古のパーツとか売ってる車屋さん行ったら2000円で売ってたんで、なんか安いと思って買ってみました。で、今回は、ハンドルのね、変わって、どんな感じかっていうのをまだあまりね、使ってないんで、どんな感じかっていうのを確かめるっていうのを目的に、シングルレースをやってみようと思います。で、今回は最近よく出てくるロードスターですね。で、タイヤをコンフォートハードにしてレースやってみようと思います。負けを覚悟してね。今回は勝ち負けというよりはこのハンドルがどんな感じかっていうのを確かめようと思います。そんなわかんないと思うけど、違いなんか。ちなみに大きさが変わったぐらい。それ前のナルディは35倍だったんですけど、このハンドルは33倍って書いてありました。で、メーカーが不明って書いてあったので、どこのやつかはわかりません。安かったんで、ゲームなんでね、所詮その辺は気にしないですよ。最近グランツーリスもあんまやってなくて、もうまずい。もう危ない危ない。普通のレースにドリフトで挑んでくるって相当舐めてる。私はなんかドリフトの方が速いとかっていうのを聞いたことがあるので、腕でしょうね、その人は。それにしてもね、敵の車がね、敵の車も舐めてるよね。あんなんね、速いわけがないじゃないですか。だって、ロードスターでしょ、これ。これですよ、これ。このロードスターが箱スカとか、箱スカはまだあるとしても、なんか、さっきの、ベレットってやつ、イスズのベレットってやつとか、あんなに負けたら、相当恥ですよ。車をバカにするわけじゃないですけど、そういうことですよ。あとは、トラックですね。ハンドルどうなんだろう、あんま分かんないな。さっきみたいなことはしないよ。2周なんでもう終わっちゃうんですよ。まずいよこれ。いけるんだよこれ。勝手に滑るの。やばい。危ない。負けたわ。
やっぱ CH はちょっとまずかった。なんかあんま分かんないんだけど、2周しかしてないから困ったな。どうしよう。でもまああんま分かんないってことはそんな乗りにくいわけじゃないんだと思うんだけど、どうなんだろう。もう一回やってみようちょっともう1レースしてみます。もう1レースしたところで変わるかどうかって言ったら分かんないですけど、じゃあ今度はブレストしていこうかな。もっとサイドブレーキがしても使えないんだ。あ、使える
ゴール。そうだね、なんかまあ別に回す分には全然回しやすいと思います。ただ滑るなんかこの握った感じがちょっと違和感感じるかな。サラサラする感じが。まあいいやはい、ということで、今回はまあレースというよりはこのハンドルのハンドルを交換してまあどんな感じかっていうのを確かめてみました。まあ今言った感じですね。本当に別に回しづらいとかっていうのもないし、ただこのなんか握った感じのこの感覚っていうのかわかんないけど、なんかちょっと違和感を感じるぐらいです。まあやってればそのうち慣れると思いますということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。では。